はい、淀川飛行士令和海洋のバブです。5月の16日の夜、ちょっと深い時間になってきましたけども、今録音しております。はい、久しぶりですね。1ヶ月ちょいぐらいですかね。またね、間が空いてしまったなんか毎回こんなんばっかり言ってんな。いかんいかん。はい、ということでね、今回15回目ということで、ちょいとキリのいい回になります。はい、ということなので頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、令和砲弾15回目ということでね、いつもお聞きくださっている皆さんありがとうございますね。まあなかなかこうテンポよく更新ができずもどかしい思いでおりますけども、めげずに20回30回と回数をね重ねていけるように頑張ります。ちゅうわけで、まあ5月もね、もう早くも折り返しております。本当に早いですね。ですけど寒暖差がね、未だにこれ結構激しいですよね。朝晩はちょっと肌寒いけれど、日中は汗ばむ陽気ということでね、体調管理がこれ非常に大変だなという気がしております。なんか服装にも困るし、寝る時の掛け布団何倍もなんかよく分かりませんよね今。ですんで皆さんも十分に気をつけて過ごしてくださいということですね。はい、そうですね。近況言って、普段ね、ライブ活動してますとか、曲作ってますとかいうことは毎回述べてますんで、ちょっと違うことで言うと、ラジオですね。これちょっとせっかくなんでね、申し上げましょうかね。こちらがですね、歌手の速水吉平さん。ね、京都のいつもお世話になってます歌手の速水さんがパーソナリティされてます京都三条ラジオカフェさんのですね、速水吉平プレゼンツというね、これ新番組なんですよね。で、そのゲストに、お呼びいただいて、ちょうどねゴールデンウィークの期間に収録に行ってまいりました。で、このね番組なんですけども、実は速水さんが聞き役でですね、ゲストが主にパーソナリティのような立ち位置に立って、独自にテーマを持ち込んでこう主体的に番組を展開していくというね、ちょっと新しいタイプのラジオ番組だって、僕それをですね、実はキンキンなるまでつゆ知らずいましてで、たまたま速水さんの YouTube チャンネルに第1回目のアーカイブがね上がってたんですよ。で、それ見て、うわこれはこんなタイプの番組やったんやと思ってね、これ何の準備もなく行ったらえらい目にあってたなっていうことでね、ちょっと気も冷やしましたけど、まあなんとかそれを、見たことでね、事前にレジュメを作って持って行って、まあなんとかかんとか、破綻することなくできたのかなっていう感じなんですけどもね。はい、まあ僕と速水さんが共通のある偉大なるバンドについてとても熱く語ってますはい、で実はこれ第1回目の放送がね、つい今しがた終わっちゃったんですけどもあかんやんけって話でしょで、明日ね、また17日ですけども、明日見逃し放送、再放送が今日と同じ時間にあるんで、ちょっと画面上にまた案内出したいと思いますけど、この YouTube のアップロードの時間以下でまたね、ちょっと間に合わなくなっちゃうかもしれないんで、僕実は個人的に録音撮ってたので、その抜粋動画また上げていいのかどうかね、ちょっと確認撮って、良さそうならまた後日僕の YouTube で上げさせてもらおうと思うんですけども、まあさっき僕放送聞いてたんですけどね、ちょっと恥ずかしかったですねなんかめちゃめちゃテンション高くて、今までの僕にないような生き生きと前のめりに明るい声で喋ってたんですよだからまあなんか自分の好きなこと喋ってる時って、ああいう風に童心に戻るというかね、なんかちょっとクールさを失ってるっていうか、悪く言えばなんか今まででは見たことない自分がそこにいました。はい、いうことでね、もうどういうテーマを喋ったかっていうのをこれでお察しいただけるかもしれませんけどね。はい、またお楽しみいただければと思います。ではお次、久しぶりのね、ちょっとテーマいきましょう。僕が影響を受けたアーティストということでね、はい、これいきましょうね。第10回目を最後にもうやってなかったと思うんですよね。で、前回は野猿を取り上げていたと思うんですけども、今回はですね、まあ影響を受けたというよりは単に好きだったぐらいのちょっとライト目の方たちを、せっかくなんで複数挙げてみようかなと思います。で、今 CD 棚に目をやりつつ無作為に、ケミストリーね、ケミストリーさん行きましょうか。僕実はアサヤンってオーディション番組の頃からずっと見ててですね、シングルの10枚目ぐらいまではずっと追っかけて聞いてたんですよ。まあCD 買ってないですよ、ツタヤでレンタルしてそれをウォークマンに録音して聞いてたっていう形ですけど、僕一丁前に当時から歌上手な人好きだったんですよでアサヤンのオーディションってもう受けに来てた人みんなめちゃめちゃ上手いなって思って見てたんですよね。もう誰がね合格してもおかしくないって思って、
で、まあその中でもやっぱりドーチンさんって頭一つ抜けてたなって思って見てたんですけど、で結局相方川端さんに決まって、で全くタイプの違う二人が一緒になることで何か音楽的な化学反応が起こればっていう思いを込めてケミストリーというユニット名にしたと、なんか当時プロデューサーがテレビで言ってはりましたけどね。まあ僕もそんな当時音楽理論なんか全くわからないんで、ただ漠然とすげーって思って見てたんですよ。なんやこの人らって言って、歌詞のないとこまで歌ってはるわとかね、なんかハーモニーもバチッとめっちゃ綺麗に二人ねもうハマってすごいなって思って、だから本当にそのボーカルっていうところに特化したそういう見せ方をしてましたよね。だから R&B とかソウルとかブラックミュージックみたいなものって、だからそういう見せ方をするジャンルなんだっていうこと、なんか今やったらそういうこと分かりますけども、当時はそんなもん R&B なんかいう概念すら分からなかったんで、だから今思えばああいうジャンルが J-POP シーンに入ってきた最初の、まあ最初ではないかもしれないですけど、最初はまあ久保田としのぶさんとかが本当の意味でのね R&B とかそういうもののパイオニアだと思うんですけども、まあ、いわゆるその一般的に広く J-POP シーンに根付かせたっていう意味ではケミストリーさんとか非常にねその功績は大きいかなって思います。だから本当あれ以降一気に増えましたもんね、その手のジャンルの人たちね。女性でいうとミーシャさんとかね、まあボーカル面ではすごい、やっぱりいわゆる下手な人ではできないじゃないですか、あんなんてね。もう最低限のそのボーカル力っていうのがもう不可欠になってくるような、なんかそういうジャンルですよね。いかついジャンルですよね、この言葉ですわ、ほんまいかついんですよ R&B って。昔そういうコンテストとか出た時もやっぱりうまさが際立つんですよね、一番なんかずるいわって感じで見てましたけど、ね、うん。でまあ僕もそういう意味でだいぶ影響を受けましたけどね。まあ僕の場合その R&B で影響を受けたっていう意味では、僕の先生がすごいその手のジャンルに、まあ、ブラックミュージックとかに本当精通された方だったので、先生の影響は大きいかなと思いますけど、はい。あとまあ似たようなところで平井堅さんね、平井堅さんもだいぶ聞いてました、たくさん。ファルセットみたいなああいう歌い方で全編通して歌うみたいなの画期的でしたからね。まあ平井堅さんの場合ちょっとミックスボイスと非常に絶妙なラインで、まああれ誰にも真似できないですよね。まあいわゆるその日本の男性歌手の歌の上手な歌手の代名詞にずっとね長いことを言われてた時期があるぐらいでしたけどね。でまあそれに加えて平井堅さんはシンガーソングライターですからね、あの素晴らしい作品全部作詞作曲自分でしてたというのもしばらく経ってから知って、うおすごいなと思って、うん。でおまけにサザンファンなんですよ、業界きっての。まだそういうところで本当になんか親近感勝手に僕感じてましたけどね。平井堅さん本当にね、なんか歌上手の発声もちろんその素晴らしいんですけど、やっぱりね細かいなんか歌い回しみたいなの、まあ、サザンの曲とかをよくカバーしてたんですけどね、そういう時でもすごいね音楽に対してやっぱり誠実さが伝わってきますね。やっぱ歌っていうものにものすごいこだわり持ってるっていうのがね、なんか歌い方からこう伝わってくるっていう、なんかそういう人何人かいるんですけど、その中の一人でした平井堅さん。じゃああと一組、今回はここまでボーカル特化型っていう感じで来たんで、同じようなところでゴスペラーズさん挙げときましょうね。この間たまたま YouTube サーフィンしてたら行き着いたんですよ、ゴスペラーズのね歌で。いつもねなぜかこの歌の上手な人たちとかいうネタで喋ってる時になんか忘れちゃうんですよ、ゴスペラーズのこと挙げるのをね、いつもなぜか。でも本当言うとこの人たち一番ちゃうかなって思うぐらいやっぱり上手ですよね。はい、よう歌ってましたね高校生の時、一人とかとわにとかもうキー高すぎていつも途中でバテちゃうんですけど、うん、いう感じで、なんか今回は歌の上手な人たちですね曲がどうこうとか演奏がどうこうとかいうよりは歌に特化した人たちを中心に挙げてみました。はい、なんかねこういう単純にボーカル談義っていうことではもうちょっと喋りたいことあるんですけど、またこれは機会改めてね、なんか誰かとやりたいな、対談みたいなまた考えます。はい、ということでですね、そろそろ時間が迫ってまいりましたので今回この辺りにしましょう。まあまあこれからも更新頑張っていきます。もうちょっと頻繁にできるように、まあ毎回申し上げてますけどはい、精進します。歌トーク動画問わずですね、はい、もうちょっとテンポよくいければなという思いでございます。ということでですね、まあ暑くなってくるんでしょうかねこれからね。はい、ちょっとまだ、さっき言ったように寒暖差激しいので、体気をつけて過ごしてくださいませませ。はい、それではまた次回お会いしましょう。淀川飛行士で若湯のバブでした。毎度どうも。どこか君